外国人から見て、まあ、日本人の特徴というような記事があったんですけど、まあ、その一つでですね、強力な群れ意識という記事があったんですね。そうで、これね、僕もすごい、まあ、社会不適応者なのでね、群れとか大嫌いなんですよ。群れるやつとか嫌いなんですよ。基本的に漫画とかもそうですよね。雑魚ですよね、群れてるやつは。強いやつは群れないですよね。そうだからね、俺は勝手にね、そういう俺は雑魚じゃないとかって思ってたんですけど、まあ、ただの社会不適応者だったんですけどね、結局結論から言うと。そうで、これね、群れっていうのはね、いい部分と悪い部分があるんですよ。そうで、いい部分っていうのはね、その一つの目的に向かって、要は統率が取れますので、やっぱりみんな言うことを聞いてね、こうやっていくわけですよね。そうで、これはね、経済が発展しているじゃいいんですよ。そうだけど右肩上がりでね。そうだから昔は良かった、だけど今はそうじゃない。要は、まあ、雇用の問題とかもそうですけど、もうグローバル化が進んでいて、こう、まあ、外国人にね、仕事取られたりとかしてるわけですよ。要は外注でね、海外にこう、頼んだ方が安いぞとかつって分かってきてるわけですよね、みんな。そういう時にね、こういう群れ意識っていうのがあって、っていうのはちょっと無理があるんですよね、構造的に。はい、なのでね、まあ、今からですね、まあ、今みんな幸せでね、物が満たされてる時代ってなるので、今度は強力なね、個人の意識っていうのが重要になってくると思うんですよ。はい、なのでそういう話をね、今度しようと思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっと気になったんでちょっと喋ってみました。以上、ゆうやのとでした。ありがとうございます。